昨年私どもが就任、しましてからですね、大変、短期関係を終始しております。そういった関係で私は、わざわざ今年2009年を短期特別パートナーシップ促進年であると位置づけております。短期両国ですね、正式な外交関係こそないものも、しかし長期にわたってですね、多くの日本の方法ともたち中日の発展に、ね、大変関心を持っていらっしゃいます。実は私もこの場を借りましてですね、諸先生方にご報告いたしますけれども、今年の初め頃、短期間の漁業協議が開催されました。また6月1日からですね、短期両国間の正常年ワーキングホリデービザ正式に実施されました。そして来年ですね、羽田の第4本滑走路が完成されれば、松山空港と東京の羽田空港間ですね、来年の10月あたりだと思うんですけれども、直行チャーター便それぞれ毎日4便フライトをされる予定です。まあ、これはもし実現されればですね、両国の観光並びにビジネス往来にとって大きく寄与できるのではないかと思っております。また、私どもすでに北海道の札幌でですね、米機場を設置することにいたしました。現在年間28万の台湾人観光客ですね、北海道を訪れております。米機場を設置されればですね、もっとより良いサービスですね、私どもも観光客を含みに提供できるのではないかと思います。そして近いうちにですね、東京で台湾文化センターを設置する予定です。台北の呼吸発酵水の分布ですが、近いうちに日本で展示会が開かれますよう望んでおります。もう一つ、ぜひとも皆さんにご報告いたしたいことはですね、日本政府もつい最近ですね、いわゆる入国処理の南北の下においてですね、もともと国籍は中国と書かれていたんですけれども、これからですね、直接、日本在住の台湾出身の人はですね、直接台湾と、書いて良いことになりました。まあ、これは日本在住の華僑の皆さんですね、昔からずっと勝ち取ってきたことでありますので、私ども任期内でですね、うまくこぎつけて成果を上げられたことを私も大変嬉しく思っております。本当に対日関係について総統閣下の前広の積極的な対応は我々も高く評価するところでございますし、また日本政府も新しく政権が変わりましたので、可能な限り我々は政治家をはじめ日本の指導者に閣下のお考えをお伝えするということができると思っております。